皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。トッサン TV トッサンでございます。えー、本日はですね、アメリカで4月の8日に発表されました、2021年の戦略的競争法についてでございます。では参ります。はい、えー、まあアメリカのですね、今後、まあ、10年、20年、30年とわたる外交戦略の、まあ本当に根本ですね、 下地になるような法案が上院のですね、外交委員会から出てきました。で、まだ審議に入ってないと思うんですけれども、多分スピード審議ですね、でスピード承認されるんじゃないかなというふうに思います。早ければ4月中にはもうバイデンさんのサインまでですね、行くんじゃないかなというふうに。 思います。超党派によって支持されておりますので、もうひっくり返りようがない形で進んでいくんじゃないかなというふうに思いますが、この2021年の戦略的競争法というものでございますが、一番根幹になる考え方は何かと言いますと、アメリカの最大の競争相手を中国だというふうにしっかりと認識して、その認識を最優先させた上で、 すべての外交戦略というのは組み立てられるべきだということですね。つまり中国狙い撃ちということになります。えー、米中新冷戦においては当たり前の考え方でございますが、しっかりとこれをですね、法によって確定、超党派で確定させてきた。つまり、今後政権がどう移ろうとも、外交に関してはもうそれでやっていきますよというのを超党派で決めたということになります。 はい。決めたというか、まだ、あの、承認受けてサインされてないので、これから決まるんですけども、もう間違いなく、えー、決まると思いますで。内容的には多岐にわたっておりまして、えー、約ですね、280ページにも及ぶ内容だそうです。ちょっとこれをですね、原文当たると、1週間以上かかってしまうので、ちょっとご容赦願いたいなというふうに思うんですが、いろんなニュースをですね、えー、かいつまんでと言いますか、すべて目を通してみましたところ、えー、例えばですね、 デジタル領域でございますね。5G とかもそうですし、生体認証とかですね、えー。そういったデジタル領域で今中国がですね、国内でまあ独、独裁的に、えー、今いろんなテストをしているわけですけれども、これで国内でですね、えー、独裁政権だというのをいいことにテストをして、えー、アメリカよりも先にですね、一歩も二歩も先に行こうとしていると、 で、これを止めなければいけないということであったりとか、あと一対一路ですね。一対一路今停滞してますけれども、中国は諦める様子はありません。で、これに代わって、えー、アメリカがですね、えー、価値観を同じくする発展途上国。えー、自由主義陣営の発展途上国に対して、えー、インフラの支援をしていくべきだと。中国にやられっぱなしちゃいけないということも書かれております。あと、ウイグルに代表されるのは人権問題ですね。ここでは一歩も譲らないと。 ということも書かれておりますね。で、それプラス、例えば台湾の防衛に関することであったりとか、日本との同盟関係ですね。そして尖閣に関することであったりとか。そして、インド太平洋エリアにおいて、今後アメリカはここでのプレゼンスというのをですね、まあ、中国には絶対譲らないぞということも書かれているということでございまして、日本の安全保障的には、 えー、非常に前向きに捉えていいような内容だということでございますが、まあ、いくつかですね、気をつけなければいけないことがございます。気をつけなければいけない話の前に、えー、この戦略的競争が発表されて、えー、ちょっとですね、あのー、えー、ないがしろにされてるぞということで、あのー、ちょっとワギア言ってる国が一つあります。はい、こちらでございますね。 はい。朝鮮日報ですね。韓国ですね。ワーリ言ってんのは。はい。この280ページの中で、まあ、すごい韓国らしい物差しなんですけども、自分たちの国が何回ですね、書かれたのかと。韓国という、えー、国名がですね、コレアという国名が何回出てきたのかというのを、ご丁寧にカウントしております。それによりますと、日本が31回出てきて、オーストラリアですら15回出てきた。 にもかかわらず、韓国は8回しか出てきない。どういうことだということでですね、軽んじられてるぞということで、ギ、え、ャ、ー、まあ、ギャー言ってるということになりますが、まあ当たり前だということですね。で、えー、ちょっと私がですね、まあバイデン政権になった時に、今でもまあ結構警戒してますけれども、懸念していたのは、えー、韓国とですね、 日本が仲良くしないと日米間のこの同盟関係、日本と韓国が同盟関係を結んでませんよ。結んでませんけれども、アメリカは韓国とも日本とも同盟関係を結んでおります。この日米間の枠組みというのがちゃんと機能しないので、とにかく日本が大人になって韓国とですね、仲良くしてくださいというようなのがまたアメリカから来ると本当にうっとしいなというのがあったんですね。 で、それはもう、ちゃんとですね、レーダー照射や、えー、慰安婦合意の破棄であったりとかですね、今回の、徴用法問題も含めまして、えー、いかにですね、その約束ができない国で、えー、いかにですね、えー、日本に対してですね、仲良くする気は無効にないのか、韓国側に全くないのかと。で、さらに言うと、教育のレベルから訴えてもいいかもしれませんね。 もう、あのー、保育園とか幼稚園のレベルから反日教育をやって、で、日本を悪く言うとですね、すぐに国民がですね、怒りたけってこう着火するような、そういう国民に対するプロパガンダをしている民主主義国家であるにもかかわらず、反日プロパガンダを国民にしている国なので、 自分たちの政権の政策がうまくいかなくなった時に、要するに支持率が下がってきたらすぐに反日をやって、それが外交にも影響してくるので、日本側からはコントロールできませんと。で、それもわかるでしょうと。で、それがどんどんエスカレートしていって、ついには軍と軍の信頼関係も平気で傷つけるようなことをやってきたと。で、これを無理やり表面上を作ろうったところで実質的には機能しないので、これ以上口な、出さないでくれと。 ということをもう明確に伝えてもいいんじゃないかなというふうに思いますが、まあそこまで踏み込んで今、アメリカはやはり韓国には期待してないというのが、この2021年の戦略的競争法でも明らかになって、まあ私としてはちょっと一安心かなということですね。とにかくもうほっとけばいいと思います。あの、これからの日本の安全保障、防衛に対して韓国を何か役立てようと考えると、逆にマイナスに働くので、なしで考えるのが一番いいというふうに思います。 はい。えー、そして、えー、次がですね、日本と台湾について触れていきたいんですけれども、まず日本。はい、えー、こちらでございますね。NHK のニュースかな。はい。尖閣諸島の防衛義務も明記というのがあります。で、防衛義務も明記というのはこれ何かというと、日米安全保障条約第5条の適用対象になると。 いうことでございますが、それが、あの、明記されていると文章でですね、まあ、非常に、あの、ありがたいことではあります。はい。感謝することではあるんですけれども、ここでですね、ちょっと一旦冷静に立ち止まって、じゃあ、この日米安全保障条約第5条って何よという話なんですが、えー、ちょっと一回見てみましょうか。こちらになりますね。はい、第5条。えー、各定約国は、日本国の、お 姿勢のもとにある領域におけるいずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続きに従って共通の危機に対処するように行動することを宣言するということでございますので、 えー、尖閣諸島ですね、えー、に日本が、日本の死政権がありますから、実行し配いをしているので、日本の死政権がありますし、日本は自分のもちろん、えー、領土領海だということを主張しておりまして、どことも争いはない、えー、もう、こういうの領土なんだということを言ってるわけですね、尖閣諸島に関しては。なので、日本の死政権下にあるわけです。 日本の姿政権下にあるから、この、日米安保の5条によって、えここで何か中国がも、こう、武力を行使した時に、アメリカも出て行って一緒に戦うよっていう話になっているわけです。ところが、他の動画でも申し上げました通り、アメリカというのは、 えー、どこまでがですね、その国の領土なのかという、明確にその領土の切り分けというところには言及しないという方針をとっております。ということはどういうことかというと、まず日本政府が大前提として、ここに領土紛争がないという建前をですね、崩していないということがまず重要になるわけですね。で、その上で実行支配もちゃんとしている。つまり、明確に日本の姿政権下であるという状態を、建前もそうですし、実行し、 こう支配をしているというですね、実際の状況的にも崩さない。だからアメリカがとしては、この第5条が効いて、防衛義務が発生するわけですよ。ところが、今中国はそれに気づいて、この尖閣諸島の海域にとにかく船をバン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 よこしてきてるじゃないですか。で、私はこの動画で何度も言ってますが、中国というのは、尖閣、例えば魚釣り島とかですね、島に上陸して取るつもりは全然ないんだと。 海域を取ってしまって実効支配をすることを目論んでいて、さらに、その上で、日本と中国の間に領土紛争があるということを公式に日本に認めさせたいんですね。でその上で実効支配が中国にあるっていうことになると、この日米、えー、日米安保の第5条が効かなくなるんですよ。えー、ど、あの、アメリカがどこが日本の領土かっていう決めることはしないので、実質的に見たときに、あ これ、尖閣諸島でも実効支配は中国がしてるから、日本の姿勢喧嘩にあるとはちょっと言えませんねってことになると、この日米安保の誤助は効かなくなります。つまり、アメリカの防衛義務はなくなるということになります。で、そのなくすためにですね、今中国が頑張って、なくそうなくそうという活動をしているということになりますので、 これが明記されたからといって、戦略的競争法に明記されたからといって、これでですね、何があっても守ってくれるぞというわけではなくて、そこの理屈ですね。そこの理屈というのを分かっていないといけないということになりますね。はい。で、中国はそこを切り崩しに来ているということになります。プレッシャーはかなりですね、ギリギリのラインまでかけてくるとは思いますけれども、 ここを切り崩しに来ているというロジックで考えると中国側からですね、アメリカを動かしてしまうような、えー、そういった、まあ、あ具体的な行動というのはおそらく慎んでくるんじゃないかなと。 いうふうに思います。日本の場合気をつけなければいけないところはここということになります。はい。そして次が台湾ということになります。はい。では次は台湾でございます。ちょっとですね、長くなりすぎてしまったので取り直しをしておりますので、短く短くいきたいと思います。はい。台湾というのですね、今回の戦略的競争法の中でアメリカは重要な位置づけをしております。インド太平洋地域における米国の戦略に必須であるということで、台湾を絶対守るぞというような内容がこの文章の中に入っているわけですが、 日本にとって台湾というのは価値を同じくする自由主義陣営で仲良くできる国だというふうに私は基本的には思っております。思っておりますが、台湾という国そのものの成り立ちや現在を見てみても、そんなに単純な国ではないんですね。日本が統治をしておりました。で、その後ですね、日本が第次世界大戦に敗れましてから、中国国民党、蒋介石さんが共産党に敗れて、本拠地を台湾に移すために移動してきました。この時に、 えー、まあ、えー、日本が去ってですね、えー、中国国民党が来るわけですが、犬が去って豚が来たと。 いうような言われ方をしております。もちろんですね、日本の統治に対していい部分をちゃんとですね、あの、評価してくれてるのが台湾ではありますが、もちろんですね、えー、言葉の違う、文化の違う、違う国に統治されるのを心、それが全部万歳っていうような、そんなですね、ヘタれでもないわけです。それはそれでやっぱり、あの、自分たちやるよという気概はあるわけでございますので、そういうことが言われたということでございますが、 その紹介石さんと同じタイミングで来た人、もしくはそれ以降に来た中国大陸からの人たちのことを外省人と言います。で、それ以前に中国から渡ってきた、えー、中華系の人のことを本省人と言います。本省人。 で、それ以外の民族の方々もいらっしゃいますので、実は台湾というのは多民族国家ということになります。えー、その上でですね、えー、経済的な発展をしていくために、実は中国とのパイプというのを大事にしながらやってきた国ということでございまして、昨日私の動画でハイノリという動画、あのー、出させていただきました。であの動画というのは、もともとスパイ活動でハイノリをするしているのは北朝鮮が主だった。しかし、 全然ですね、あの、見た目が違うロシアの、が、イノリを使っているということで、実は、あの、外市がびっくりしたと。ロシアもやってんのってびっくりしたっていうのが実は背景にあるんですよ。ところが、今現在、現状ということで、2021年現状ということで言いますと、えー、中国系のですね、スパイ活動でハイノリしている人ってもうたくさんもはや日本にはいると思います。 で、それが随分前からされて浸透されている国というのが実は台湾ということになります。本省人というものを伝っていけばいくらでもできます。台湾であれば。えー、ということがある中で、日本があまりにも台湾に肩入れしていってしまった時にですね、日本と台湾の間には次元爆弾が ありますんで、そこの次元爆弾をちゃんと中国がせっせこ、せっせこお金使って次元爆弾を大きくしております。それは何かと言いますと、歩調運動というものがありますね。歩調の調は魚釣り島の釣りか、なりますね。中国語や台湾語だと魚釣り刀って漢字が逆になります。 釣りう島になるんですが、これを守るための運動ということになりまして、民間レベルの運動になります。ちなみに台湾も尖閣諸島は自分たちの領土だと主張している国でありまして、日本との間には意見の相違がある国、そこは中国とも一緒、台湾は一緒ということになりますね。えー、なので、えー、台湾がこの尖閣問題に対して日本を支援してくれている国ではないということなんです。 ここは明確に言っとかなきゃいけないんですが、その上で民間レベルで、尖閣諸島は我々の領土だっていう声があって、しかもそれが、台湾、香港、中国の民間人がグルになってるわけですね。ここが手を組んでいて、ひとまず日本から奪いましょうと。その上でどっちの、誰の領土かを決めればいいから、まずは日本から奪いましょうということで、包丁運動というのがずいぶん前からされている。で、もともと、あの、台湾から香港から学生が始めたんですよ。 ところが、その後ですね、規模が大きくなって、ものすごい戦団組んで、あの、戦略商店来たりしていると。おかしいぞということになって調べてみましたところ、中国共産党からもう、ジャブジャブ金が入っていることがもう判明しております。ジャブジャブと。で、これを育ててキープしているわけですね。何かあった時に、これを使って国際世論を巻き押し、何か事件を起こしたりとかして、えー、煽ればですね、日本と台湾を分断する、そういう火種にできるということで、中国は大事に大事にこの補調運動というのを、 キープしているととうことです日本は台湾とは仲良くしていった方がいいと私は思いますよ。思いますけれども、その上で日本というのは尖閣諸島とか台湾もですね、C ーーンの一部として捉えるべきです。その上で、南シナ海、インド洋、ベンガル湾とかっていう日本の C ーーンをちゃんと守る,守るための一環として台湾との関係を現在考えないと、とにかくアメリカの方が 日本よりも半歩でも一歩でも先に踏み込んでいる状態をキープしながら日本は台湾とお付き合いしていかないと中国のが爆弾投げてくるぞと。 ということで気をつけていきたいなというふうに思います。はい。ということで何にせよですね、この戦略的競争法というの、これから長期にわたってアメリカの外交戦略、新冷戦の基盤になる、うーまあ、法になると思いますので、一日も早くですね、この法案あ、バイデンさんの前にパッて出すばすぐ証明しちゃいますんで、えー、してほしいなというふうに思います。では本日の内容は以上になります。ご視聴ありがとうございました。